浜スケッチです、ついに J リーグ J2 の試合始まりますね。すげえ今日風が冷たくてめっちゃ寒いっす。その風とね、サッカーどういう影響でとか分かりませんけども、ちょっとね、多分下目も出まして、去年と同じようなシステムで戦うようなことが予想されています。今日ね、絶対に勝たなきゃいけないです。いつも言ってますけど、開幕戦6回に負けたり、山岸選手の入れ替え戦でヘッドを食らって負けたりしましたけども、今日はね、何が何でも上野ジュビロは勝ちますので、頑張って応援していきましょう。太田芳明選手が、今日引退セレモニーをやるということでね、まあ、そういうイベントもありますし、気持ちよくね、ジュビロにかなり貢献していただいた太田芳明選手を送るために、今日絶対勝ちをしていきましょう。じゃあ行ってきます。さあ、シーズン開幕戦ということで、サポーター会に入っている人は得点がいつももらえるんですけど、今年はこのリュックをもらいました。すげえかっこいいです。これ使ってね、応援にバンバン行こうと思います。かっこいいです。ジュビーちゃん、今日頑張ろうね。絶対勝ちましょう。あとジュビーちゃん結婚してください。絶対勝ちましょう。イエーイ。じゃあ、勝ちます。いやー、今日もですね、浜富士コンビ、浜富士コンビの皆さんと会えてました。明けおめです。明けおめです。みんなでケバブ食ってるんですよ。でかいトップ。うん。びっくりするぐらいクマちゃんの顔にめっちゃついてるの。モザイク。モザイク。顔が。常に顔モザイク。始まりますよ。頑張っていきましょう。すみませんね、みんなケバブ食ってるところでこんなドカマしてね、大丈夫か。すみません、なんか昨日言うときにケバブ食ってる。でも始まって本当に今日から1年間辛い戦い、大変な戦い始まりますけど、絶対勝っていきましょう。どうなんだね。スパイアソーは2-0で勝ちましたよ、今日は。やばい、始まります。バイバイ。今から行きましょう。じゃあバイバイ。じゃあ頑張って応援していきましょう。イエーイ。さあ、ということで、いよいよあと5分ぐらいで試合が始まるので急いで戻ります。いつもそのタイミングでね、
スタジアムの外にいるのはおかしいんですけども、これからすぐ戻って選手紹介もさっき見てすげえかっこよかったんで、皆様とねヤマハスタジアム来て見ていただければいいなと思います。でロングポテト買ってこれから指定席で食べながら全力で押していこうと思います。本当にね、今日これここから J2 の長い途中が始まりますけど、準備のも絶対ね1年で J1 に帰れるって信じてますんで、勝って勢いをつけて楽しいシーズンにしていきたいですね。では全力で押していきます。おでほう。じゃあお疲れ様でした。勝ちました、2対0です。勝ちました。いやー何よりもねすごく寒いっていうので、ね、まあちょっと体は寒いんですけど、ここらはもうベリーホットな感じですね。よかったよかった、やったー、勝ってよかった、ね、勝ってよかった、本当によかった。本当ですね、取るべき人が取って勝ったからね、受けようかね。小川幸喜選手2点、素晴らしい。しかもルッキーはめちゃめちゃ効いてたっていうね。やばかった。なんかロン大輝くんとかがロングボール蹴った後に、うん、しっかりあの、ま、後ろ向きで受けることが普通なんだけど、前に向けるからさらにチャンスだった。そうそう、本当に完璧でしたね。しかもあんなルッキーは足速かったんだって。そうそうそうあれ、アダイエトンみたいだなみたいな、ね、感じで。大森選手もっと前向きレートでプレーするって思ったけど、意外となんだろう、預けることもそうそうそう、そんな感じで次にもっとガンガン仕掛けるとかみたいな感じですね、うん、にしてもですよ、もう開幕戦山形完全にドキドキしてるけど、そうそうそう 2-0 で勝てた、はい、山形は昇格の可能性十分あるチームですよね。そう、あの山形さんに2対0で盤石の試合で感じだったもんね。まあ、ジュビロ開幕戦弱いんですね。そう、何年ぶりっていうぐらいなんで、開幕戦で勝てると J1 上がれてるんですよ。あ、確かに、そうそうそう、開幕戦だけだとちょっと厳しくなっちゃうのがあるんで、っていうのとですね、勝ったのはそうなんですけど、太田芳成選手、本当に現役生活お疲れ様でした。いや、ものすごい感動しました。あの今までの映像が流れた時にもボロボロ涙出ちゃって、初めてエリホン達成したんです、当時小学校だったんですけど。あ、じゃあ7番だ、17、17の時、そう、17太田だった。もう本当に太田芳生選手、普段は心の中にまた熱いプレーサイド上がってくれてるので刻まれてますので、アドバイザーとして岩田に残ってくれるということなので、ぜひとも一緒にジュビロを強くしていければと思っております。この走り方ですよね、右サイド、ね、本人も言ってましたけどね、駆け上がる瞬間の敬遠があるもう走りたくないけど、やっぱり思ってたんだろう。走ってないね。本当に良かったです。ありがとうございます。ということで、また戦い始まったばかりですけど、J2 の戦い。まあ、連勝を重ねていって、J1 に1個でも早く戻れるように、ね、そうですね。頑張っていきましょう。やっぱ金曜日と土曜日と J1 の日程とか順位見て、やっぱジュビロが寂しかった気がね。寂しい。J1 の試合、ナビスコ始まった、あ、ルヴァン始まった時もいいなって単純に思ったんで、すごく羨ましいなと思いましたんで、もう本当に1個目で帰ってくれるように今季末応援していきましょう。よろしくお願いします。小木さん、頑張っていきましょう。次回は福岡に行っていきます。またお会いしましょう。すげーな、この人めっちゃ雨行くんだよな。俺も行きたいんだけど、レベル5スタジアム楽しんでいきますんで、いいな、よろしくお願いしますよ。いいんだよな、羨ましいな。じゃあまたお会いしましょう。ありがとうございました。お疲れ様です。